気づかれないようにやろうと思ってお前が言うなお前が言うなやっちゃうんすよ、あーしたみたいな。リクシルスポーツでは YouTube チャンネルだけでなく Instagram、Twitter アカウントも運営しています。番組の配信情報なども確認できますので、ぜひチャンネル登録とフォローをしてください。フォローお願いします。はやは移籍経験がないけど、知念君は大分にも行きましたし、移籍して変わったことはありますか？環境変わると自分も変わんなきゃいけないくなったりもするから、川崎いた時より鹿島来てからサッカー中もプライベートも選手とコミュニケーションよく取るようになったし、人間的にちょっと移籍してやっぱ成長したかなって思うかな。移籍してよかったですか？まあいい経験できてるなって。鹿島デビューって言われてたじゃん。うん、まあ、鹿島デビューしてまあ、ね、それも前じゃなかったことだからさ、いいことだと俺はプラスに捉えてるけど。結構試合後に感情を出すじゃないですか知念君は。いや、あの時だけね。まあ、まあ、じゃああの時は負けて勝ててなくてさ、まあ、選手が一番ムカついてるじゃん、ね、そうそうそう、ですごいストレス溜めてたので、なんか言われてブチってなっちゃって言い返したけど、言い返してロッカー帰ってすげえ恥ずかしかった。これ絶対ユーマとかにいじられるなと思って、やだなと思って。あの時はすごい熱くなったけど、でも冷静になったら。それ以外も結構さ、試合中とか、まあまあ、でもやっぱ出すじゃないですか。あのゴール後とか打ってる時の方がいいプレー、変に悩んでないから、プレーに迷いがないっていうかさ、だからそんぐらい熱くやってる方が多分プレー的にもいいなって思ってる今、うんうん、ユータは感情を表に出さないって前言ってたけど、最近なんかベンチに向かってうえーみたいなやるもんな。でもちょっとベンチも煽るじゃないですか正直。まあまあまあ、あれちょっとなんか気づかれないようにやろうと思ってる。札幌戦だっけ、タッチライン際でボール取ってマイボールになって、ユーマが、うん、ユーマと柿田が、うん、なんかめっちゃでもあれしっかり後でいじられるもんな。そうそう、しっかり悪いんだよ。ユーマとユーマがすごいいじってくるんですけど、それ言われるとちょっとなんか普段出せない人とか恥ずかしいですよね、まあ、そういう感情出せない人とか。しかも結構みんなそういうとこ見てんだよね。見て、逆にそういうところの方が見てる。でもなんかああいうの出すとさ盛り上がるじゃん。ああいいっすね、チーム的にはいい、鹿島っぽいっすよね、うん、でもサポーターとかやっぱ嬉しいんじゃないですか。嬉しいというか、嬉しいというか、まあサポーターも一緒にな、うん、わーってなんか空気感良くなるっすよね。結構最近やるもんな、言うた最近デビューしちゃってるもんな、うん、デビューじゃないっすね。ちょっとちょいちょい入れていこうかなと思って、うん、はい、そんな感じです。いいと思う。ルヴァンカップの柏戦で知念君がキックオフ直後で負傷したじゃないですか、はい、何が起きたんですか。何が起きたんだろうね。マジでびっくりしたんですけど、俺も何が起きたか分かんなかった。何が起きたんですか。ぴょんぴょんジャンプしてたらなんかだって 俺その時サブで、サブってちょっと遅れていくじゃないですか準備とかして、うん、でそれで行ったらもうなんか知念君ベンチをこうっていうか、え、何何何どうしたって。知念君その時めちゃくちゃ体動いてたんですよね。そうそうそう、いやもう今日絶対手に取れるわみたいな、うん、体軽いな、ピョンピョンブチッ。えしかもさ、なんか知念君の顔がもうさ今まで一番やばい顔してて、もうなんかあもうダメだみたいな。いや、ああいうね、なんかブチッっていう肉離れしたことなくて、うん、あもうブチッってなったから、あ絶対終わったと思って。ヌイやろうとしたじゃん、一瞬いけるかなと思ったけど逆にあそこで抜けたらっていう感じでした。そうそうそう、ちょっとなんかダサいなっていうか恥ずいと思って見たことないじゃん、うん、例を見ないキックオフして交代の仕方だと思う。キックオフしてすぐとかならもでも良かったじゃないですか逆に、それで交代枠を使わなかったっていう、うん、まあね、まあ、相手チームのあれもあったしね。あそうっすね、考慮してくれたしね、うん、まあ、松があの観客席から降りてくっていう、うん、まあ話題性はあったよね。まあそうですね、いろんな人から連絡来たし、なんか次の日なんか劇作かなんかで乗ってましたよね、うん、知念キックオフちょっと異例のみたいな。そうですよね、キックオフ7分遅れ、なんか話題性あってよかったかなって。普通に怪我するよりかは吹きできてよかったです。はい、ありがとうございます。大丈夫これ
大丈夫ですか。どうにか編集でなんかしてくれるでしょ。みんな笑ってくれるよきっと。みんなは影響を受けた選手は誰ですか。知念君。俺はやっぱ小林優さんかな。どんなところに、うん、姿勢みたいな、気持ちみたいな。ストライカーってなんかさ、金崎ムー君とかもそうだけどさ、はい、めっちゃ貪欲じゃん、ゴール。ああいうのってやっぱ大事なんだなって分かった、分かったっていうか思った。ああいう人たちを見てて、まあ、点を取り続けるっていうところで、うん、やっぱ気持ちがないと取れないと思う。 J1 とかのレベルになってくると、しかも日本人だしさ、うん、そこまでなんかあのずば抜けてる能力があるわけじゃないじゃん。だからやっぱ気持ちが乗ってこないと多分点取れないなって、うん、でも本当コンスタントに結果残すですもんね。すごいよね。すごいですね。出たらやっぱ取りそうな空気あるね。ああいうのもやっぱメンタル、メンタリティーな気がするからやっぱ大事だなって思う。かよ、俺なんか誰って人はいないけど、でもやっぱ鹿島にその加入して、なんか今まで俺そういう感情的なとかそういう選手とかこう熱いものを持ってるみたいなところであんまりサッカーしたことなかったから、うん、なんかすげえ新鮮ですね鹿島の。そういう結構みんな感情あらわにしてプレーするとか、もちろん賢い選手とかもいるし、だからなんかこの人っていうのはないけど、今はもう鹿島の選手とかすごいなんか今までないこう引き出しが増えたっていうか、なんかあこういうその振る舞い方もあるんだとか、いろんな影響を受けた選手は鹿島の選手とか、そうですね。なんか大体同じポジションの選手とかですよ ね、 ね、うん、そういうのじゃないですか。プレーとかはまあもちろんいろいろいますけど、うん、そのプレイヤーとしてっていうところでは結構俺の中では新鮮ですね。個人ではいないってこと？個人だったら誰だろうな。あれ、イクラさんじゃないの？ああ、イクラさんはもうそうっすね。小さい頃からずっとマリナスで見てたんで。ああ、そっか。足元も上手いし、そういうキャッチとかもめっちゃ上手いんで、うん、まあ、参考にさせてもらってます。ユータは？俺は誰だろう。影響受けた選手っていうか、あの、鳥栖のレジェンドじゃないの？なんだっけ？そうっすね。まあ高橋由樹さんはすごい、まあ、この人についていこうって思える選手という か、 なんかこの人の真似をすれば、まあ、間違いないだろうみたいな、まあ、でもその人がこう一番大事にしてたのがチームのために動くっていうところで、まあ、そういうところはすごい僕自身もなんかこう見本となる選手だったなとは思いますけど、それが次のやつ被るんですよね。目標そういうことね。そうそうそう。なんでまあそうですね、その人ですね。じゃあ目標とする選手は誰ですか。チネ君。ユウさんか、まあ、ガナハさんとか。おお、沖縄出身で代表まで行った人ってあんまいなくて、それこそガナハさんと誰だろう、田口大志君とかかな。知ってる。はい、知ってます。でガナハさんはなんか結構出てなかった、代表で。分かんない。出ました。ですよね、はい。それ見た記憶があるから。はい、はい、俺自分自分やばいでしょそれは。はい、でもいやでも俺はそのまたこれもなんかちょっとおかしいですけど、その海外の選手とかでやっぱトップに立ってる選手とかのこういいところをそれぞれ取って、それを体現できる選手になりたいなって思いますね。オリジナリティを。そうですね。これっていうのはないですけど、自分っすね。早っぽいな。やっぱり。やっぱりですね。やっぱゴールですかね。はい。はい。ゴール決めた後じゃないですか。決めた、いや決めた時で。いやいや。全然ない。決めた時で。決めた後が好きではない、別に。あ、そうなんですか。決めて嬉しい、好きな瞬間。喜んでる自分が好きとかじゃない。いや自分は好きじゃない。そんなナルシスト。それ早いだってあれ、あっちあっち喜んでる姿自分で見て恥ずかしくなるから、いつも。あ、うん、でも俺もよく言われますよ、あれみんなさ言ってくるじゃん、俺一人でさゴールエラーで喜んでるさ、うん、でも俺は早があんなに喜んでると思わなかった。本当知らないよね。だから早のまた違った一面見れて、うん、俺はもういつもあんな感じです。あれはなんか自分で見て恥ずかしくないの？めっちゃ恥ずいっすよ。あれ撮られてると恥ずいっすけど、なんかもうやっちゃうんすよ、よーっしゃみたいな。出ちゃうんだね。そう出ちゃう、ま、仕方ない。はよ。相手が嫌なことできて、それをなんか
覆すっていうか、わかるよ、こうプレッシャー来たのになんか、あ、そう、それを剥がして、うわマジかよみたいな、それ結構好きですね俺。フィールドのねなんか考えが、普通キーパーだったらさ、あ、まあ、止めてもあるっすね、ビッグセーブした時とかさ、うん、止め、だからその相手がなんかはぁみたいなのは結構好きっすね俺は。やったぜみたいな感じです。俺はもうあれですね、みんなと一緒っす、ゴール決めた時っす。いやこの間のね、あれはもうスーパーでしたね、ゴラッソだったね。やっぱああいう時はどうですか、どういう感情が出てくるんですか。もちろん嬉しいのは嬉しいと思うんですけど、あの時は正直まさかあんな綺麗に決まると思ってなかったから。俺でも上から見てて入る気してて。本当ですか。そう、なんか誰かに言われたんですけど、なんかねめっちゃ劣勢だったじゃん試合、はい、で前半チャンスあの1本だけだったじゃん、はい、そうっすね。なんか意外とああいうのって入る気するんだよね、なんかコーナーとかセットプレーってなんか相手的にもなんか嫌だよ多分。めっちゃ攻めてたのに入んなくて点が、で終盤前半の終わり際とかに相手のチャンスとかってなんかそういう空気が流れる気がする、もう今引退したっすけど、あのマドリーにいたイケル・カシージャスってキーパーわかります？え、カシージャス知らない？あ、カシージャスか、うん、あ、カシージャス何だ。めっちゃそう、その理由は俺は当時その身長が小さかったんで、で結構そのカシージャスも小さいですけど結構俊敏 でめっちゃセーブとかもしてて、その時スペイン代表すごい強くて、で見てて、あ、キーパーかっけえなって思ってました。ハヤめっちゃありそうじゃない、なんかなんかめっちゃどういうカートの人が取ってそう。ああでもそういうのもしてましたね小さい頃は。親父と釣りに行ってたかな、よく夏休みはなんか泊まりとかで釣り行ったりして、で沖縄の夏の海って透明度がすごいから、あの餌撒くとめっちゃ魚がふわって出てくるの見える、そういうのを興奮してた記憶がある。ちんくんあれやんないですか、潜って。あ、あやってたよ、森でやったりした。どっちが楽しいですか。釣りの方が楽しい。めっちゃ疲れる森は。しかもなんかつけない全然、こんなちっちゃいのしか撮ったことない。夏休み何したかな、ちょっと思い出せないな。思い出して。ずっとサッカーしてたかな夏休み夏休みサッカーしてた。あとはおじいちゃんおばあちゃんのとこによく行ってたかもしれない。俺はあれっすね、宿題をめちゃくちゃ早く終わらして。あ、そういうタイプ、ね、あ、せっかちだ。あの夏休みに入る前にあのやっといて、で夏休みに入ったぐらいに終わるみたいな。絶対それできなかったわ、いつも結局最後の。俺もそうかも。そうっすよね、うん、そうっすよね。俺の方っすよね。え、どういうことどっちどっち派、どっち。あ、俺は遅れてやる方。あ、そっちか、うん、じゃあ違うわ。仲のいい選手は誰ですか、チーム。早かな、うん、まあいっぱいいるけど、まあ早ってことで。ユータはいないか。俺は隼人君と名古屋だけだもんな。そうっすね、まあ身長も間違いなんで。はやは、まあ、俺は知念君と、うん、こうき君とどかかな。まあみんな友達いないもんな、ね、あんまり。いや、そうっすね、うん、でも知念君は大体でも一人でいること多くないですか。いや、お前が言うなお前が一番。いや、俺は結構思いますよ。ユータはいつも俺が見つけてニヤニヤしてる、俺が一人でいたら。でもこの間上田君に言われちゃった俺。なんて。あの遠征の時に、あ、俺遠征でさ、知念君怪我してたじゃん、うん、で遠征でなんかいつも飛行機待ってる時とかさ、新幹線待ってる時みんな結構いろんなとこ行ったりするんじゃん。上田君がいつも知念と一緒にね、この間早一人でフラフラしてたから早がね。そうだから直に言われたもん俺も。そう、早く戻ってきてやれよって言ってたもんね。確かに知念君はでも結構一人でいる。お前何回言うの。あります、ね、何回も言うね。いや割と知念君はあれですよね、行きたいけど行けないんですよね、まだ。いや違う、一人が好きなの友達いるけど。あ、そうなんですか。一人、まあでもそういうことにしておきましょうじゃん、うん、まあそうだね奥さん同士が仲いいとか、こう家族付き合いっていうのはどうなんですか、あるんですか。鹿島すごい、うん、あ、そうなんですか。川崎の時は本当仲のいい二
2家族ぐらいで、うん、たまにご飯行くぐらいだったけど、鹿島はもうみんなすごいよね。もう家族持ちはもうみんなで仲いい感じ、うん、誰かと誰かの家族だけで行くこともあるし、うん、普通にみんなでこう行くってこともあるんですか。そうそうそう、みんなで行くこともあるし、最初なんかそのみんなで集まってちょっと仲良くなって、うん、で別々でも行ってみたいな。え、鳥栖の時はどうだったんですか。鳥栖の時はなかったね。ああ、そうなんだ。なかったっていうか、まあ数人ではあったけど、うん、そんなみんなで行くっていうのはないよな、考えられなかった正直、うん、でも嫁がねすげえ楽しそうだもん、鹿島。そうですよね、自分家の奥さんがね、もう友達いっぱいできて、しかもみんな気が合う感じ、結構だからすごい楽しそう、今よかったですね、うん、よかった。結構そこ心配してたじゃないですか最初ね、うん、今全く問題ないから。よかったですね、うん、こだわってるってほどこだわっ、これは食べなきゃこれは食べなきゃっていうのはないけど、体重に対してのその食べる量とかっていうのは気にしてますね。あとは結構こだわってるじゃん、うん、食べる量量っすね。だから試合の前日とか結構多めに食べるとか、うん、まあ最近は本当揚げ物とかあとジュースとか、うん、そういうのは飲まないようにしてます。減らしてんだじゃん。はい、なんか別に悪いものではないけど、なんか気持ち的にそれぐらいです、うん、脂肪。俺はよく噛む、大事大事。違う違う、よく噛むことは大事。だからあんな遅いんですね。ええー、そうよ。なんかもうリクトとかさ、めっちゃ食うの早いの分かる。コウキ君も超早い。あ、そう、なんか飲むように米食う。 あれ多分良くないいやけどさっき優太君ここ来る前飯食べてたじゃないですか。しんくんずっと携帯見ながら食べてるから俺よりも遅いんですよいつも俺が大体遅いじゃないですか。よく噛んでるから、噛んでる間暇じゃん、だから携帯みたいな一人でいたその時は。いや、待っててあげました。あ、待ってた。そう、それそこに持ってくないよお前も一人で飯食ってんだよ。でもチネ君本当に遅いですよね、食べるの。遅い、気が合うんですよね。待たしちゃうんだよね人を。それが嫌なんだ。いや俺は遅いから全然いいっすよ、うん、夏バテに気をつけてたことはある。早く飛ばしちゃった。え、あ、好きな食べ物って何ですか、ね、いいね早一回戻します。じゃあ時を戻して、はい、好きな食べ物って何ですか、ゆうたくん。俺はうなぎです。あ、なんかあれだよね、試合2日前とかに行くんですよね。でもね、もうやめた。あ、やめたんすか、うん、高くね。なりますか。連戦だったら週に3回ぐらい。そうそう、だから連戦の時もずっと行ってたんですよ、うん、正直飽きちゃったっす。あ、うん、なんでやめました。チェン君好きな食べ物。焼肉かな。アンパイまあそうっす。はい、まあ肉、はい、いやまあお肉好きですね、うん、まあ、あと今の時期だったらやっぱメロンが俺好き。あ、うまいね、メロン。鹿島メロン美味しい。メロン美味しい。まあ本当にもうしょっちゅうあれば食べてるって感じです、うん、食の面で夏バテに気をつけてたことある俺はユータ俺知ってるよ。なんすか。もずく食べる。あ、もずく。絶対もずく食うじゃん。もずく納豆は食べますね。あ、そうだね、夏バテ関係ないか。夏バテ、あとは水をたくさん飲む、うん、やっぱそこっすよね、うん、で俺は思ってるけど、うん、食の面で夏バテって言ったらそれうなぎもそうじゃないですか。ああ、どうなんかな夏バテ対策にはなるかもね。早俺はその夏って食べれないじゃないですか、うん、だから もう強引に食べる。あ、確かに大事かも体重減ないもんね。そうそう、減るもんね食べないと、はいはい、夏は本当に。だからもう何を食べるとかじゃなくてもうとりあえず量を食べる。それは俺も一緒かも。一緒ですか。一緒、苦しくて もう食うようにしてる夏は。時間をかけてでも。そうそうそう、だからいつもホテルで俺ご飯食べてるともうみんないなくなって俺一人でご飯食べてる。あ、食べてるね友達いないもん。ちょっと似てんだよね、チーボーと。そう、人で共通点多いっすね。なんか一人でいるってこと似てる、ね、そこに持ってくなって言うたお前、ハヤト君と名古屋いなかったらお前も一人だから。リクシルスポーツザ・セッション。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。いいね、ハヤ。よし、次回もお楽しみに。大丈夫かこれ。大丈夫これ。心配だわ。これ取れ高ないんじゃないですか。ゼロだよ。